透明で無機質だった壁。ところが、匠の手にかかると、なんということでしょう。キャットウォークに早変わり。ということで、本日はね、猫部屋作り第2弾です。そもそもね、第1弾ってあったのと思う方が大半だと思いますので、軽くね、おさらいをいたしますと、前回はね、猫トイレ、それから爪研ぎと、あとこれはね、あってもなくてもいいですが、猫のベッド、あとキャットタワーをね、作って配置しました。本当にね、最低限必要なものたちです。本日はさらにね、快適に猫たちに過ごしていただくために、キャットウォークと猫テレビ、この2つを作っていきたいと思います。まずね、なぜキャットウォークが必要かというと、この動画を見てもお分かりかと思いますが、猫は高いところが大好きです。昔からなんとかと煙は高いところへ登ると、ね、そんなことわざもありますが、それとはね、全く違います。これは、安全だからのようです。ここまで来るとね、もはや本能的なものなのだと思います。例えるならね、人間が椅子に座るのと同じぐらいね、当たり前の動作なんじゃないかなと思います。ですので、リラックスね、するためにも、猫の部屋には高いところを作ってあげるというのが鉄則になります。ちなみにこれ、避妊手術後の頃の映像なので、服を着ていますね。可愛いですね。ワビちゃんも高いところが好き。もちろんサビちゃんも好き。ちなみにこのマットレス、私のです。寝れません。では作っていきましょう。はい、完成です。作成の過程は、興味ある人とない人がいると思うので、別で動画にしようと思います。またね、3、4日後に投稿予定ですので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。それではね、このキャットウォーク、4つのポイントと、それから使ってみてね、5つの課題が見つかったので、それぞれ解説していきます。まず、動線ですが、入り口はこちらになります。ここから4段ほど登って、キャットタワーを使って折り返し、さらに上に登っていきます。で、ここが分かれ道ですね。ここがポイント1。透明床です。これはね、見ればお分かりかと思いますが、猫が下から丸見えです。ハレンチですね。もうちょっとね、ガラスみたいに透明かと思ったんですが、少しすりガラス調ですね。しかし、肉球を盗撮するには十分かと思います。それからね、左上に進むと、ここでポイント2、ハンモックですね。しかしね、これ作ったはいいのですが、ちょっとね、課題がありそうなので、それはね、後ほど解説したいと思います。で、戻ってですね、こちらが順路になりますが、ここでポイント3、休憩所ですね。ここは広いスペースで猫が休めるように設計されています。こちらのスイッチは部屋の電気ですね。半分答えを言っているようなものですが、こちらも課題があります。で、下に降りると、ぐるっと一周して戻ってくるという作りになっています。実はね、このぐるっと一周というのがポイントの4つ目です。これはちょっとね、分かりづらいので解説します。1匹ならね、大丈夫と思いますが、多頭飼いをしていると、猫って結構ね、喧嘩をします。ですので、行き止まりをね、作ってしまうと、そこで交通渋滞が起きて、喧嘩が発生してしまうかもしれません。高いところでね、喧嘩すると、割と危険なので、一周できるように作ってあるというわけです。その理論だとね、透明床とハンモックはもしかしたらちょっと危ないかもしれないですね。それではね、猫たちにお披露目していきましょう。あれ、私の想像では猫まっしぐらのはずだったのですが、そこはね、さすが気まぐれな猫。こちらの思い通りにはいきません。ワビちゃん、登ってくれましたが、早速ね、順路と別方向に進み、またもやね、私の思い通りにはいきませんでした。順路はね、別にどっちでもいいか。はい、透明床やね、ハンモックも興味はあるようですが、登ってくれないですね。ここまで来るとね、もはや私の心を読んでわざとやってるんじゃないかというぐらい、こちらの思い通りに何もかもいきません。そんなね、気まぐれな猫が私は大好きです。ではね、猫たちの遊ぶ様子をしばしご覧ください。それではね、実際に猫に登ってもらって、課題がね、5つ見つかったので、そちらを解説していきましょう。まず課題1。この透明床ですね。これに乗ってくれない。まあ、これはね、気持ちはわかりますよ。私もね、東京タワーの透明な床は怖くて乗れないたちですので。でもね、君たち猫だよね。高所恐怖症の猫ってさすがにいないのでは？まあ、これはね、秘策があるので、後ほど対策します。続いて課題の2。ハンモックがこれ意外とね不安定、乗ってはくれなかったのですが、ハンモックがねなんとなく安定性に欠ける気がします。まあ、耐荷重はね計算しているので問題ないはずなのですが、一番ね高いところにあるので落ちた時のことを考えると少し不安ですね。あとこの隙間もねあるので乗ってくれなかったのかなと分析しています。ですのでね、安全性も兼ねて、まあ、こっちまでのね長い板を張り直してしまおうかなというふうに考えています。とりあえずね、今のところハンモックは外しておこうと思います。それから課題3、ここですね。ここをね、通り抜ける可能性がありそうでしたね。まあ、通り抜けられるのはゆきみちゃんぐらいだと思いますが、少々ね、安全性に欠けますので、まあ、ここは塞いでしまえば対策できるかなと思います。まあ、最悪ね、段ボールとかでも OK ですね。課題4、電気が操作できない。これはね、実は作っている時からうすうす気づいてはいたのですが、ここで休まれると電気が操作できません。この課題は、まあ、重要ですかね。電気より猫の安眠の方が優先されます。あとね、意外と盲点だったのですが、課題5、子供が登るかもしれない。このようにね、まあ、遊んでくれるのは全然 OK なのですが、低いところにある足場、これにね、ちょっと登ろうとしてしまいました。これはね、しっかり親が見張るというのと、しつけをしていく必要があるなというふうに感じました。まあ、ただそもそもね、猫はジャンプ力があるので、下2つぐらいの足場はなくてもよかったのかなと、まあ、今になってね、思っています。このように、猫が外を眺めているのを、通称ニャルソックということは、皆さんご存知かと思います。これね、名前の通り、警備してくれているのか、それともね、サボっているのか、いまいち謎なんですよね。多分ね、縄張りの見張り、それからね、獲物がいないか確認など、いろいろな目的を兼ねているのだと思っています。猫にとってはね、ライフワークのようなものですね。人間でいうと、それこそテレビを見るぐらい当たり前のように毎日行うことといったところでしょうか。特にね、家猫は刺激の少ない環境で過ごしますので、外を見るのが大好きです。これ、一部の猫専門家の間では、猫テレビというそうです。バビちゃんは、あまりね、テレビ好きじゃないのかなと、一瞬思いますが、実はね、外が見える位置を寝床にするという、これは、寝テレビですね。寝テレビ。実はね、我が家一のテレビっ子でした。寝テレビといえばね、人間でも屈指のテレビ好きが取る行動ですね。というか、ただの怠け者かということで、猫部屋に猫テレビを作っていきます。今回用意したのはこちら。見ての通り、植物の苗ですが、2種類用意しています。1つ目がキャットニップ。ご存知の方も多いと思いますが、マタタビのような効果を発揮する、猫がね、大好きな草です。ちなみに本家のマタタビより、効果はね、なんとなく薄いんじゃないかというふうに言われています。人間でいうところの、ちょっとね、気持ちよくなっちゃう草といったところでしょうか。危ない代物ですね。もう一つがキャットミントですね。こちらはね、キャットと名前がついていますが、猫用ではなく、蝶々などがね、好むため採用しています。理由はね、後ほど説明いたします。それではね、植えていきましょう。ちなみにね、私、植物を育てるのは、ど素人ですので、間違いがあるかもしれませんので、あしからず。中学校の時もね、理科1だか A だか忘れましたが、花のね、作りとかはね、大の苦手でした。学って何みたいな。そんなね、私が大人になったら率先して植物を育てているというのはね、人生何があるか分かんないなというところですかね。それでは完成です。では、育てていきましょう。はい、育ちました。こちらのね、キャットミント。これにね、蝶々が集まってくると、猫テレビとして最適だったんですね。猫は蝶々が大好きですからね。さすがに、こんな都会の2階に蝶々は来ないようです。残念。仕方ないのでね、私が蝶々をやりましょう。はい、ということでね、猫テレビ完成。猫たち、テレビを視聴中です。本来このように虫などが集まれば、猫のね、興味を引くことができます。これね、一見猫がこう手がね、出せないため、もどかしいようですが、獲物をね、どうやって買ってやろうかと考えているだけでも、猫は一日過ごせてしまうようです。時間の有り余る家猫にはもってこいですね。はい、ではね、以上、成功したか失敗したかよくわかりませんでしたが、猫テレビでした。失敗ですね。はい、最後にね、特に役に立ってないように見えた、この気持ちよくなっちゃう草こと、キャットミントですが、こんなものをね、作りました。棒にね、巾着袋をつけただけの代物です。先ほどのね、キャットミントを何枚か積んできました。説明もしましたが、キャットミントにはね、マタタビのような効果があるようで、これを使ったおもちゃなどもあるようです。もうお分かりの方もいるかもしれませんが、これを使ってですね、キャットウォークの透明床まで猫たちを誘導したいと思います。では行きましょう。あれ、もう本当にね、今日はね、私の思い通りにいかない日のようです。これ本当に効果あるのかな？あるみたいです。じゃあもうね、これでいきましょう。引っかかれるとね、流血しますので、鍋つかみで、キャットミントを掴んで、誘導していきます。紆余曲折ありましたが、成功ですね。あとは下からの景色を思う存分盗撮していきたいと思います。ゆきみちゃんはねまだ子供ですので、キャットニップは体に良くない可能性があるため、おもちゃで誘導することにします。はい、ではね、安全にカリカリで誘導することにしました。いいですね。いたいけな少女を透明なすりガラスの下から覗くというのもまたおつなものであります。いや、肉球がね可愛いという意味ですよ。私紳士ですので、誤解なきようお願いします。ということでね、今日は試しなので少々無理やり誘導して乗ってもらいましたが、猫がね、気に入れば乗ってくれるし、気に入らなければ乗らないというだけの話です。せっかくなのでね、乗ってくれるといいなとは思いますが、今後は猫にお任せしようと思います。はい、この猫部屋、みんな気に入ってくれたようで、まとめて3匹お昼寝してますね。え、2匹しか見えない？じゃあここで問題。ゆきみちゃんはどこにいるでしょうか？これはサビちゃん。やっぱり電気が操作できませんね。これはワビちゃん。お団子しっぽが落ちています。はい、ゆきみちゃんはここでした。それでは本日は以上となります。週末はねこの部屋でライブ配信なんかもやってますので、チャンネル登録の上、ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。またね、ママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介してますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。